宝刀息子の期間1666から68年エルミタージュ美術館。宝刀息子のたとえ話は、新約聖書、ルカの福音書に登場するイエス・キリストが語った神の哀れみ深さに関する例え話である。このたとえ話は、福音書に登場する例え話のうちで、最もよく知られているものの一つである。ある人に二人の息子がいた。 弟の方が親が健在なうちに財産の分け前を請求した。そして父は要求通りに与えた。そして生前分与を受けた息子は遠い国に旅立ち、そこで宝刀に身を持ち崩して財産を使い果たした。大飢饉が起きて、その宝刀息子はユダヤ人が汚れているとしている豚の世話の仕事をして生計を立てる。 豚の餌さえも食べたいと思うくらいに上に苦しんだ。父のところには、食物のあり余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて、死のうとしている。彼は我に帰った。帰るべきところは、父のところだと思いたちキトにつく。彼は父に向かって、うと心に決めていた。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。 もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。とところが、父は帰ってきた息子を見ると、走り寄って抱き寄せる。息子の悔いるために先行して、父の許しがあった。父親は、帰ってきた息子に一番良い服を着せ、足に履き物を履かせ、盛大な宿宴を開いた。それを見た兄は父親に不満をぶつけ、宝刀の限りを尽くして、 財産を無駄にした弟を軽蔑する。しかし、父親は兄をたしなめて言った。こよ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。宿泳を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。この物語の主題は、神に逆らった罪人を迎え入れる神の憐れみ深さで、 ある。登場する父親は神、またはキリストを、弟は神に背を向けた罪人を、には立法に忠実な人を指していると言われる。法と息子であった弟が故郷に帰還し、父親に祝宴を開いて受け入れられるという物語を通して神の深い柔らみの奥義が表現されている。一方、 弟のために開かれた盛大な祝宴を喜ぶことができず、父親に不満をぶつける兄の姿は、立法に忠実な人が陥りやすいファリサイ派の精神、傲慢さを表していると読むこともできる。この読み方によれば、兄をたしなめる父親の言葉はファリサイ派のパン手に注意しなさいという、この兄のようないわゆる善人への警告を含んでいるとも読み取れる。 マタイによる福音書でイエスは、武道園で働く労働者の例えを語っている。一番初めに呼ばれた労働者は午前9時から、働いた。そしてある人は12時から、ある人は午後3時から、またある人は午後5時からという具合に、武道園で働いてもらい、最後に、主人は最後に呼ばれたものから順番に、同じ金額の報酬を与える。 このことに対し最初の労働者が主人に向かって不平を言った。王道息子の兄の不平はこの最初の労働者の不平と同じものと言えるのであろう。また同時にこの例え話は神の楽園から追い出されていった創世記のアダムとエヴァの子孫である人類に対して神の楽園への帰還を呼びかけるという壮大な救済の物語を 象徴的に重ね合わせている。ジェラール・ファン・ホント・ホルストの、宝刀息子、ポンペオ・バトーに、宝刀息子の帰還、イエスの例え話の中でも、最も有名なものの一つである、宝刀息子の例え話は、多くの芸術作品のテーマとなった。レンブラントや、ホント・ホルストなど、北ヨーロッパのルネッサンスの多くの画家たちがこの主題を、取り上げ描いた。ジェームス・ティソ、 宝刀息子の帰還ブルックリン美術館また15世紀と16世紀にはイギリスの道徳劇のサブジャンルともみなされるほどの人気であった。シェイクスピアもベニスの商人やお気に召すまま冬物語でも言及されている。彼は失われていたが見出されたという言葉は父の言葉としてルカの福音書の中で二度使われているが、そこから遺失物取扱書、落とし物届、 の意で使われるようになる。また、失われていたが見出されたという言葉は、無条件の神の愛によって救われる罪深い人間の救済を表すメタファーとなり、奴隷貿易の商人から転じて、牧師となったジョン・ニュートン作詞の賛美歌アメージング、グレースの歌詞にも使われている。新明器21章17節の規定によると、兄に,に対して、 弟は1の割合で相続できることになっている。馬崎博ヒイエスの例え話 P159 ルカによる、福音書、馬崎博ヒイエスの例え話、PP170 から175、五馬崎ヒロイエスの例え話 P174、創世記、馬崎博ヒイエスの例え話、PP163 から164、クレーグ、 ハーデン、モラリティプレイズエリザベーンドラマ、シェイクスピアクオータリー1、6472、ドイ、10.2307、2866,678、一瞬0037から3,222、https コロンスラッシュスラッシュアカデミック .oup.com スラッシュスクエアスラッシュアーティクルスラッシュ1スラッシュ二スラッシュ64スラッシュ5137044 ありがとうございます。